この住んでる最後の、今日のコーナーになりますけれども、ルーシーズイングリッシュルームの、田代ゆり子さんです。 Hello, hello everyone. Okay, let's get started. さあ、今日の日にちをまず英語で言ってきましょうか。はい、はい、うん、Tuesday. Tuesday. 20… あ、no, 26じゃない。28ですね。そして September. September. 2021. 2021. あ、超綺麗ですね。すいません。Sunny. Sunny. で、Fall. Fall.Okay, 今日の日にちはこんな感じでした。フォールなんですね。オータムではなくてフォールなんですか。そう、オータムは、うん、あのイギリス英語なんですよ。あ、そっかそっか。アメリカ英語はフォールなの で、うん、でフォールの方が短いし楽です。そうですね、はい、さあ、今日私はブラック黒い服を着てるんですが、はい、あ、私も黒で、はい、皆さんちょっと、ね、ちょうどハロウィンで口を、ね、あの お話ししたわけではないんですが、ちょうど会いましたね、はい、私ここに子猫もブラックキャットも連れています、はい、さあ、ハロウィンの本をちょっとまず読んでみますね、ええ、この絵本にいろんなハロウィンのことが書いてあります。昔からの習慣が書いてあります。My first Halloween. It's Halloween. We make jack-o'-lanterns out of pumpkins. さあ、ハロウィンだから、パンプキン、かぼちゃでランタンを作るよ。We make black cats, gold bats, owls, and witches too. さあ、こんなものも作ります。黒猫やお化けやコウモリや、あ、コウモリやフクロウ、そして魔女も作ります。We decorate the house for Halloween party. お家の中をハロウィン用に飾り付けします。Halloween colors are black and orange. そう、私たちも黒を着てますし、ここのかぼちゃもオレンジですね。Black and orange.It's time to put on a costume. さあ、仮装して出かけよう。We all go out trick or treating together. さあ、みんなでtrick or treating に出かけます。When we get home, everyone comes to a party. Happy Halloween! さあ、お家に帰ったらハロウィンパーティーが始まります。いろんなゲームをするんですが、ここわかりますか？たらいに、リンゴを浮かべて口で取るゲームをします。手を使っちゃダメっていう。今ちょっとコロナ禍でこれのゲームを教室ではできないですけど、あのこんなこともお家でだったら楽しめるかもしれないですね。はい、それではちょっと香織さんに問題です。はいはい。今ジャコランタン本の中でもそうですけど、はい、かぼちゃで作りますが、もともとはどこ、何で作ったと思いますか。もともとスコットランドのケルト人の信仰から始まったものなんですが、うん、昔はかぼちゃではなかったんですか。もともとはかぼちゃじゃなかったんです。なんだろう、なんだろうな。野菜ではあります。野菜、はい、野菜、なんだろう、ナスとか、ちょっと小さいかな。じゃあ大関さんどうでしょう。なんか野菜の丸い名前を、野菜を丸い野菜、丸い野菜なんだろう。キャベツ、キャベツを掘ると難しいかな。ああ、そうか、掘るのか。ああ、なんだろう、スタッフさんに聞いてみましょうか。どなたか分かる方、フローラちゃんもどうでしょう。フローラちゃんは丸い野菜で、丸い野菜、じゃがいも、ちょっと小さいかな。もっと大きな野菜、なんだろう。あの日本ではスイカ、ウリ、ああ、カブなんです。カブ、そう、株を掘ってたんですけども、アメリカにその習慣が渡った時に株よりもかぼちゃの方が手に入りやすかったので、かぼちゃになった、かぼちゃになりました。なるほど、株か、そうなんです、知ってたら言ってくださいよ。知ってた知ってたって言ってください。さあ、今この中から音がしましたが、はい、ちょっとクラフトをしてみたいと思います、
この中に入っていた、はい、このぐらい の, ペあの小さいペットボトルに、うん、キラキラのものを入れて、はい、スノードーム風のものを作っていきます。へ、さあ、あのカメラマンさん、うん、私の手元が映るでしょうか。あ、ありがとうございます。どこまで手元が映るか、うんうん、ちっちゃいですね。そう、ちっちゃいんです。ちょっと無理かな。あれ、どこだ、あ、どこだ、あ、映った。ちょっとちっちゃい、うん、はい、肌と同化してる、パンプキンですね。ジャコランタン。じゃあこれはなんだうー、わからないかな。ゴ、クの前、クの前、ゴーストなんですね。ゴースト、あとはスパイダー。黒に下げる、持ちましょうか。あ、持ってもらっていいですか。スパイダー、よし、あ、さすが、はい、これはブラックキャット。Black cat. さあ、ちょっと黒ではないんですが、コウモリ、バットと言います。バット。バット。ちょっと見えづらいです。この辺かな。はい。バット。バットマンだね。そう、バットマンのバットマン。バットですね。で、こういうこのハロウィーンにちなんだものを入れていくということですか。はい。かおりさんに入れてもらっちゃっていいですか、残り。はいはい、入れましょう、入れましょう。で、そこにですね、スノードーム風にするのに洗濯のりを入れます。洗濯のりと水の配合の関係で、あの落ちてくるスピードが変わるんですね。なるほど。今日は半々ぐらいでやるとどうなるでしょうか。あの100均で売ってますし、お水は水道、あの清清水とかいうサイトもありますが、普通の水道のお水で大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、OK, let's pour the liquid。 こんなもんかな。はい、半分ぐらい、はい、うん、はい、このぐらい入れます。そしたらお水を入れます。 pour water、 ただのお水でいいですね。洗濯のりとお水、はい、中にキラキラするものを入れればいいですね。で、これはお水は、はい、なるべく上の方までぴったり、ぴったり、ちょっとぴったり怖いので、じゃ あ, あ、これ逆かな。あ、違うのね、これじゃないね、こっち、はい、そっち、お水の方で、これで出来上がって、あのほぼ出来上がりなんですが、はい、じゃあ1個テープを選んでください。はい、休んでいいですか。ここのところちょっと白で可愛くないので止めましょう。 ありがとうございます。にょー、こんな感じでしょうかね。はい、はい、でこれ止めるのは上と下を離れないようにして、うん、お子さん の, あのいたずら安全のためもあります。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。こんな感じで見えますかね。私の黒の前の方がいいかな。映ってるかな。かわいい、かわいい。スノー、スノー、なんだっけ。スノードーム。スノードーム。うんうん。はい。これあの別にこの入れ物じゃなくてもガラスのでも何でもいいので、でこの入れたキラキラも100均で売ってますので、お家で楽しんでみてください。ね、楽しいですね。はい。さあ、残りお時間はどのぐらいかな。もうぼちぼち、じゃあ最後に締めに行きます、はい。グッバイソングなんですけれども、はい、今日はちょっとあの英語の手話でやってみたいと、をつけてやってみたいと思います。グッバイ、ちょっと1回あのアカペラで言いますね、うん、2回目はあの伴奏してもらってやりましょう。はい、グッバイ、あれ、ごめんなさい。Goodbye, my friends. See you again. We sang along. We
danced along. Goodbye, my my friend. see you again.はい、バイという感じなんですが、はい、さあフローラちゃんもフローラちゃんも来ましょうか、はい、こちら、ね、せっかくだからやりましょう、ね、スタッフさんもいかがですか。はいはいはい、はい、じゃ今度は私も間違えないように頑張ります。 OK 大丈夫ですか。さあそろそろインターネットスンテレ、火曜日、今日は最終週ということで音楽特集でお届けしました。それではまた来週です。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。